バンプーキッサブシルバーストーンサーキットで26日、上段チームはブラジル人ドライバールーベンス・バリチェロと2年契約を結んだと正式に発表しました。91年はイギリス F3 のチャンピオン、そして今年の国際 F3000 でも3位というバリチェロは若干20歳、才能ある新人を追いかけているエディ・ジョーダンのメガネにかなっただけに、そのドライビングが注目されます。 F1 ドライバーになるという夢がかなった今、興奮して眠れないというバリチェロは、来シーズンから搭載する新エンジンハート B10 を積んだマシンで早速初ドライブ。 F1 マシンのレスポンスの良さに感激していました。新エンジンを積むジョーダンチーム、この冬集中的に行うテストがバリチェロの初仕事となります。